ワシントン条約。体重は200キロを超える。とても身軽で5メートル余りもジャンプできて、幅跳びをすると10メートル近く飛ぶことができます。いる？それに木登りもうまく、他の猫科の動物と違って、いる？探すしかないで。泳ぎも得意としています。ところで先祖先生、いる！ホワイトタイガー！違う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 、あ、上に出る。その目は顔の両側についているのに寝てる。どう、こんな近い。どう？はよ行って。猫ちゃんほら耳をクチュクチュ動いてるわ。目上げろ。なんかこっちポサポサない？そっちのまたこうシンバみたいな、シンバっぽい色。こっちなんかジャファみたいな。そうですよね、人間もそうですけど、無駄な戦いをしない方が利口ですものね。それにライオンは肉食は木の下がゴロゴロして、なんか誰がお尻出すの見てんのな。そう、でもそこの出口を見て、でもどう逃走しようと考えてんの。近くに獲物が寄ってきても食べるため以外に獲物を追いかけることはないんだ。ほら、さすが百獣の王ライオンと呼ばれるだけ。ミロちゃんなんかで窓ない、面白い。ああ、そこにメスライオンいるね。網が立ってたライオンおったやろ。一個だけだけどさ、網に車乗ってないで。装飾が今トイレで。見て、このこの角綺麗。お。じゃあ前へ行こう。乗って。かわいい、あそこもなんかやってる。違う、渡ってるから。わかりました。ママ、あそこ立ってるで。鳥の仲間、うん、後でそこ行けると思うよ。ダチョウは、うん、ダチョウおしっことうんちした。どこや、そこ、ダチョウそこ、ダチョウおしっこと、あそこ一個違う。鳥の仲間なのに、空を飛ぶことができないダチョウは、その代わりに、待て、シマウマかわいい。野生のダチョウは、草や種などの植物を食べますが、時には昆虫などを食べることも、それから、体の大きいダチョウが産む卵は、あ、お前や、上になんかあるやん。重さが約 1.5 キロ。人間が持っても割れない。ダチョウさ、ダチョウさ、今日おしっこさす。キリンとダチョウは、なんだね。どうしよう。横来るよ。ライオンの背中に大きな白い斑点がある動物がそうです。ムフロンは羊の祖先と言われていて、野生の羊の仲間では、一番小さい動物です。あ、睨まれた。睨まれた。この横にいるやつ。あ、待て、まだ横来てるわ。あ、読めた。ほとんどバイソンが暮らしていましたが、肉や皮を利用することに人間によって乱獲されてしまい、一時は500頭ほどに。でも今では保護区が作られ大事に守られています。これが水。それから体が見つかるから、アメリカバクと言います。アメリカバク、あそこ早い、来たね。逃さないように。アメリカバク、アメリカバク。野生のアメリカバクは南アメリカアマゾン川周辺の熱帯雨林で暮らしていて、小さい時にはイノシシの子供のように体に縞模様があります。バクは泳ぐのがとってもうまくて、あ、横になんかいる。泳ぐ時はこの長い鼻を水面から出して泳ぐ。でも水の中を泳ぐのではなくて、跳ねるようにして水の中を歩く。あの内側走ってくれ。この際はアフリカの草原や木の低い林などに暮らしていて、タイのあの立派な角を求めた人間の乱獲によって絶滅が心配されています。ところで、あのサイの立派な角、はい、あんなに元気に愛されてたのに。じゃあ私はちょっと失礼いたします。あれボスやと思うでかもしれないな。お前そっくりやな。あの哺乳類はちょっと違っていて、
体は大きいけど心は優しいやから。私たちの体は大きいのに心優しいから。スニーカーくらいの歯が4本だけなんだ。あ、角1本折れてるもん。歯はすり減ってくると。ほら、真ん中の。前の歯を押し出すように出てくるし。しゃべちゃった。それも一生のうちに。ちょっと弱気になっちゃった。ゾーンって1日に100キロ近い餌を食べるそうだから。